和紙。和紙、和紙、我が身は日本古来の紙。欧米から伝わった洋紙、西洋紙に対して日本製の紙のことを指す。日本紙と同義。一般的な和紙の特徴は洋紙に比べて格段に繊維が長いため、薄くとも強靭で寿命が比較的長く独特の風合いを持つと言われている。ただし種類や用途によって一概には 断言できない。木材パルプ原料から生産される用紙と比較すると原料が限られ生産性も低いために価格は高い。伝統的なすき方では独特な流しすき技術を用いるが現代の和紙、和紙風の風合いを持つ紙は需要の多い障子紙や藩紙を中心に伝統的でない原料を使ったり大量生産が可能な機械すきの紙も多いが木紙だけでは 区別が難しい場合も多い、伝統的な製法と異なる原料を用いたり、機械好きの紙は歴史的に耐久性や経年劣化に対する検証が不十分である、シミの発生や繊維の税化などの欠点を持つものも多い。そのため日本古来の原料と製法で作られた紙という意味での和紙との混用を認めない意見もある。和紙は 世界中の文化財の修復にも使われる一方、千年以上、とも言われる、優れた保存性と、強靭で柔らかな特性を期待して、日本画用紙、木版画用紙等々、独特の用途を確立しつつある。また、日本の紙幣の素材として用いられる。一部工芸品の材料、家具の部材、紙塩など一部の用途にも使用され、和紙と呼ばれる、以前の江戸時代には、 日本中で寮に生産され、建具の他に着物や寝具にも使用されていた。近年では天然自然の素材としてインテリア向けの需要が高まったり、卒業証書をはじめ様々な習い事のお面上用紙などにも使用されることもある。和紙の産地は全国に点在しているが、近年では日本古来の伝統的な製法による紙は原料生産を含め生産者の減少。 小規模な家内業的施設がほとんどのためによる供給の減少が危惧されている。韓国にも諸の皮から作る伝統工芸用のすき紙があるが和紙とは少子技術などが異なるもので書道紙ではない。製紙技術の伝来以前に無論紙そのものは書物として伝来された。古事記によれば 王神天皇16年285年に中国系くだら人のワニが中国の書き物である論語10巻と千字門1巻を将来したのが日本における書物の書伝とされるが千字門の作者は王神天皇より100年後の人物であるので交渉学上は誤りである交渉学的には4世紀から5世紀には伝来したものと推定される 日本の紙作りの起源には複数の説がある。大別すると日本で自然に紙すきが発生したとする説とトライ人による伝来説になる。いずれの場合でも時期に関しても小説あり、早いものでは3から4世紀とするものからある。5世紀に入ると日本で紙作りが始まったきっかけになっただろうと考えられる有力な記録が登場する。日本初期によれば、 理中天皇四年四百三年に初めて国史、文人を配置して、ことわざことわざによって様々な事柄の記録を始めるとあり、貢献力によって紙による記録が始まり、紙作りの必要性が起こったと推測されている。なお、この年代に関しては、古事記とは数十年の祖母がある。六世紀初頭には福井県今立町二千五年に合併により、 越前市の一部にて、神好きが始まったとする伝承がある。6世紀半ばになると、金明天皇元年、540年が、トライ人である、新人、漢人に、戸籍の編集をさせたという記録がある。この時に使われた紙は、豪個が作成したとされており、新人が、日本で紙を作ったと推測されている。一方、これと、愛前後して、戦火天皇3年、 538年に仏教が伝来し、この際に、くだの静止技術が持ち込まれたと考えられている。静止技術の歴史は、中国、五漢時代のサイリンの改良から始まる。中国から日本への静止技術の伝来は、推古天皇18年、610年、航空を経由してされたとされる。公式記録として確認できる記述は、日本初期にある。また、携帯天皇7年、 五百十三年、五教博士がくだらから渡来し、漢字、仏教が普及し始め、社教が仏教普及の大きな役割を果たしていたことから、この頃すでに神好きがいたのではないかと推測される。日本初期の記述は、水古天皇十八年春三月後ら用、三木上層曇り法廷曇り地五へかつ、農作彩色及び四木並び作り天外外作り、天半の木始めうただしじか。 高栗の王、宗、鈍ンチ法廷を三つぎ登る。鈍長は公共を知れり。また彩色及び私木をよく作り、合わせて水薄、水車の動力を利用した引薄を作るとある。アスカ時代の水古天皇十八年、六百十年に、高栗の僧侶鈍長は、紙すきと墨を上手に作ることができ、横型水車動力による特殊な石薄も作れ、石薄製造のみ、 日本初であると突起されている。なお、この石臼の用途については、色材、顔料の製造用、寺院による、投入製造用、静止原料公開、海鮮用と諸説あり定まっていない。年代のわかるものとして現存する最古の和紙は、小僧院に残る身の、畜前、武前の古跡用紙である。また、最古の社経である西本願寺像の、諸仏洋宗教は、 立派な社協漁師に書かれており、精神元高六年三月十八日、二百九十六年五月七日の明記がある。静止技術の伝来から百年ほど経過してから、本格的な紙の国産化が始まった。詳細院文書によれば、天平九年七百三十七年には、三ま坂、か、いずも、はりま、みなどで、紙すきが始まった。 大法律量によって、国史、古事記、日本書記や各地の風土記の編纂のために、図書寮が設置され、紙の製造と紙の調達も干渉した。図書寮では34人の定員のうち、社書種は20人、紙すきを行う雑誌種は4人見た。さらに、図書寮の下に、山城国に、紙ア院と、紙戸と呼ばれる50個の紙すき専業者を置き、 年間の増資料を2万兆と規定し、租税を免除して、寛容の紙をすかせた。この他にも、各地で紙をすかせ、これを、兆として徴収した。天平11年、739年には、社教師が設置され、社教事業のために、紙の需要が拡大した。図書了解の放棄5年、774年の、校によると、紙の産地として、美まさか、 出雲、筑死、伊賀、かず武蔵、美し、みの、の、上野、下野、越前、越中、越後、佐渡、丹後、長と、木、大見が挙げられている。しかし、この時代には、紙はまだまだ数が少ない高級品で、日常的に使用されることはなく、一般的な用途には安価で丈夫な木管が使用されていた。また、 一度使われた紙の中にはその理面を再利用して別の筆記に用いる例も存在した支配文書。焦装印文書には、彩色紙として植物で染色した五色紙、彩色紙、朝木紙など十数種類が加工紙として金銀をあしらった金薄紫紙、金薄時期緑紙、銀薄時期講師など十数種類が加工法の違いとして出し、継ぎ紙、 端継ぎ紙が、形と性質の違いとして長紙、端紙、半紙、上紙、中紙が、用途の違いとして量紙、写し紙,紙、表紙、障子量紙、間仕切り用の長紙へ、日本での製造を確立できたことが伺える。この時代の紙を利用した文化としては、国家が仏教を信仰していたこともあり、主として仏教文化への関わりが深く、紙や布、漆を原料とした。 神原仏や数多くの経典が作成されている。中でも、宝棄元年、七百七十年に作成された百万、0だらには現存する世界最古の印刷物である。奈良時代には、静止のことを、造紙と称していたが、平安時代になると、演技式でスの子を、紙をすょ料と中期しているように、紙をすくと表現するようになり、源氏物語には、 当の紙よりも上質な紙が好かれていたことが記されている。平安京戦途直後の大同年間、805年から809年、山城国にあった紙とが廃止され、代わりに官立の製紙工場として紙、紙屋院、官屋院、私屋院が設置され、日本独特の製紙法である流しすき機の技術が確立された。流しすき機とは、紙すきの際に、紙量、 生けるように処理された紙の原料を、露水性のスノコや網を動かして、紙量をスノコに組み込んだり、紙量をスノコから捨て戻したりして、スノコや網の上に紙層を作るすき方。日本、中国など、東アジアで発達したすき方で、日本の流しすき機と中国の流しすき機の方法は、異なる。日本の流しすき技術を歴史的に見ると、原料に、 独特の粘性物質を持つ日本岩品燃料の配合により紙領液に粘りが出てちょうど薄い小子用粘材を使用して紙すきを行ったように試すきでの露水性が上することに始まったとされる小子用粘材などを使用しないためすき法でも良い紙層を作るために細かいゆすりを行っている伝統的なスペインの試すき法では約2秒間に3回程度細かくゆする子から 燃料物質を使ったため隙の場合さらに素のこを大きく揺することが可能となり、紙質が向上し、さらには繊維が一定方向に揃う捨て水動作を伴う流し隙につながったと推定されている。そして乾燥して完成した紙には外観上の変化は見られないが、紙に残った天然の消費用粘剤の成分は、紙の彼紙中に残留する樹脂分が 空気中の酸素と反応する現象で、カルシウムなどが生の触媒として働く、自然酸化現象と言われるを促進し、長い時間をかけて、髪に穏やかな撥水性を与える。平安時代、部屋を仕切るついたてに春木の織物の代用として、中国から輸入した文様や図案がキララで刷り込まれた、厚手の空紙を使用していたが、静止技術の向上によって、 厚手の紙の静止が可能となり、闘志が国産化された。映像漁師の岩皮師、後に鳥の子紙にも、に、家紋、闘志の文様や図案を興奮に二皮を混ぜたものを塗って、目止めをした後、キララの粉を、唐草や菊工などの文様の半木で擦り込んだこれらの唐紙は、本家と区別するために、唐紙、唐紙と言われ、さらに、鎌倉時代になって障子が普及すると、唐紙は、 ふすま正寺の総称に転じた。これら紙アインの設立と、流しすき機の確立の結果、和紙は大量生産されるようになり、紙アイン以外にも44カ国で政治が行われ、木簡利用から和紙利用の時代へと移行し、和紙をふんだんに利用した王朝文化が花開いた。大量生産されていたといっても、和紙はまだまだ貴重品であり、贈答品としての価値があったほか、 一度使用した古紙を好き返して再利用する薄黒紙が普及した。元領4年880年に藤原富子が放御した聖和天皇からの手紙を集めて好き返し、その紙にホッケ行を写経して供養している日本三大実録。この時代には脱獄技術がないので好き返しを行うと紙の色は薄い黒色となった。 このためこうした紙を薄墨紙と称した。かつて、紙屋印種といえば、官立の製紙工場から出荷された紙として、高級紙の代名詞であった。しかし、平安末期となると、各地の荘煙で製紙が行われるようになって、原材料が不足し、もっぱら、紙屋印では、腰や保護紙をリサイクルして、付き返しを行うようになった。そこで製紙された薄墨紙、もずく紙は、 旧、ひさしの意味を持つ、宿の字を冠して、宿氏と呼ばれるようになり、もはやかつての高級氏の面影は失われた。こうして、和紙技術の普及という当初の使命を果たした、神屋院は南北朝時代に廃止された。文字的な朝廷から、鎌倉幕府が成立して、出実合計な武士に政権が移行すると、神の消費層が、公家や僧侶から武士に広がって、華やかな、 薄い紙よりも厚くて実用的な丈夫な紙が求められ、主にハリマの杉原紙やミノワシが流通した。和紙は生産量の少ない頃は貴重品として、敬意や謝意を表す贈り物として利用され、御堂関白期には、幹部使いの不正量として、大臣は五条、ナゴンは四条、三義は三条を収めたことが記されている。このような紙を贈答する風習は、 武家社会にも受け継がれ、一束一本、一束一貫という形式へ移行し、一束一本の場合は扇一本と、杉原神、男子、美濃市、越前市、貝野電市、修禅寺市一束、十条を、一束一貫の場合は、ドンス、小袖、ケンプ、チリメン、くずフを一貫として、セットとし、水引きでまとめるのが慣習となった。また、 贈答品を和紙で包むことも行われるようになり、後に折り方という礼法として確立された。夏に高温多湿であるのが日本の気候の大きな特徴であり、故につれづれ草にも家の作りようは夏を胸とすべしとあるように、夏に快適な生活ができる住宅作りが古来よりなされてきた。材料が豊富にあるのと湿度の調節が可能であることから、 日本の家屋は木材と草と土と和紙によって作られている。高い床式の基礎構造に高いかやぶきの屋根、長い日差し、泥壁に畳、和紙を張った木製の建具。これらはすべて天然素材で湿度が高い時には湿気を吸収し、湿度が低い時には湿気を放出する、調湿機能を持っている。建物が大きくなり、屋根が瓦屋根になると、室内には、 和紙が貼られた明かり障子、襖、ま、ついたて、屏風などが配置され、湿度、温度の調節を行った。これらて具用の和紙はいずれも植物繊維、主成分はセルロースが原料で、紙自体が多孔質構造で表面積が非常に大きく、水分の吸収脱着を自然に行う。しかも障子や襖は開け放すことで開放空間の喪失が可能で、家中を 風が吹き抜ける。また、障子や襖で仕切り、屏風やついたてで囲めば、冬でも暖かく過ごせる。平安時代の貴族の邸宅は、神殿作りであり、大広間様式で構造的な間仕切りがなく、開口部には、しとみどが設置され、内部はついたて、ミス、貴重、屏風、やりど、襖障子などの間仕切り、障子でスペースを分けして使用し、それらの障子には、憲布、 あざぶ、くずふなどを貼り、その上から、仏画、唐絵、山和絵を描いた。これらについては、源氏物語や、源氏物語絵巻、楽器造紙、山井造紙、春日ガ元元記ン絵、法年商人絵伝、一辺商人絵伝などに、使用状況が描かれており、当時の生活をうかがい知ることができる。ついたてには、南京、全遺金と呼ばれるからにしき。 あやに式の幅の広い縁取りがつけられていた。屏風はこのついたてを縦長にしたもので、小僧院の鳥下律女屏風のように、当初は角、扇が一枚ずつ離れており、その角、扇をそわき、押し木、円で枠をつけ、革紐で繋ぎ合わせていた。平安時代に入り、革紐に代わって、紙の蝶つが,が使用されるようになり、連続した広い画面に、 パノラマの絵が描かれるようになり、絵の達人で、山和絵の創始者とされる、小瀬かな丘が、時の関白、藤原元常の依頼で屏風に、山和絵を描いたという記録もある。共演や、儀礼の際には、母屋と日差しの間の柱間に、南京で縁取りされた、福生寺、大生寺をはめ込み、失礼として使用した。一本の問い、溝を設けて落とし込み、 取り外し可能な貼り付け壁の副障子が元となり、後にカモイと2本のトイを設けて開閉して、通り抜けが可能な通り入り障子、鳥居障子が発明され、さらに槍戸や襖すま障子に発展し、槍戸は廊下と室内の間仕切りに、襖すま障子は室内の間仕切りに使用された。明かり障子の優れている点は、壁や槍戸のように外界とは遮断せずに、 外界の雰囲気を光と影で取り入れて、住人に自然の温かみを与えていることである。槍戸は開閉自在ながら、閉めると室内が暗くなり、冬には寒くとも最高のために槍戸を少し開けておかねばならず、明かり障子の発明が求められていた。まず、明かり障子は槍戸の杉板の代わりに、格子状の木枠に薄着布を貼ることで再興を行っていたことが、 平家のうきの図録に見られ、その後、徐々に細い組子さんの強敵な明かり障子へと進化し、文章を日光消毒する際などに四面に立てて、使用されていた、合団症。しかし、明かり障子は、風雨の激しい時には、障子の下の部分が濡れて破れやすいため、その際には、端と戸をつって、内側に、明かり障子を立て、下半分の下と緑は立て込んだまま使用していた。 こうした状況から、明かり障子の下半分に板を張った、端と緑と同じ高さの腰板付きの障子が、考案された。鎌倉時代以降、書院作りの普及につれて、明かり障子も普及し、大乗院寺社雑時期には、障子用として、厚紙130枚を使用したという記録があり、歳末に障子紙を貼り替える風習は、この時代からあったようである。最高を目的とする。 明かり障子には、透光性が良い薄い紙が適切なのであるが、破れ難い粘り強さも必要となり、また、大量に使用するため、安価なものが好まれた。このような条件を満たす紙としては、男子や宝書紙、眼皮紙は不適当であり、明かり障子用の書印紙として雑紙や中折れ紙などの文書草案用や雑用の紙が採用され、中でも美濃和紙は、 ミノゾウと呼ばれて、多様との紙として最も多く流通していたので、生地紙としても使用され、ミノワ紙が、明かり生地紙の代表紙となった。紙屋院の廃絶以後、和紙の生産は、地方の生産地に舞台を移していくことになる。この頃には、和紙の生産、流通を扱う業者による紙座が形成されて、生産、流通を支配していった。紙座は本来は紙を生産して、釘や自社、 本所に納入することで奉仕する、久保人、新人などの集団であったが、後に本所の保護を受けて、一般の生産、流通にも関与するようになったのである。彼らは本所に商品や座役を納める代わりに、営業や身分保証を受けた。代表的な、神座に、元の神谷院の職人たちが、蔵人所を本所として結成した宿神神座と、 新規業者による宿上下座から構成される宿上、上下、宿詞上下座や、奈良南市の上座、六原三辻を本所とした上好き座、美野大屋田や大見小りなどの三市の販売権を独占した、大見枝村商人、枝村上座などが著名である。だが、この時代に入っても和紙が貴重品であったことは、この家の財務内容を記した目録である、雑事を録から知ることが可能である。 長京三年1489年に発作に用いるために引き合い紙5束を190匹1900分杉原紙8束を2巻100分2100分で買ったことが記されているところが同年春にこの絵亭の浴室を新造した時の職人の日当が平均110分であったつまり杉原紙1束を買うのに職人2日半分の 日東を必要としたのである。こうした事情が上級区下であっても宿紙や支配文書を用いた背景にあったと考えられている。戦国時代に入ると両国内に文書による支配体制を成立させた戦国大名が出現する。戦国大名は文書領主の確保のためわしの生産を奨励していたと考えられており、甲斐の武田信玄が著。 三つ股の生産を奨励した逸話はよく知られている。だが、こうした戦国大名の政策は、神座の方針と対立するようになり、織田信長豊臣秀吉らが推し進めた、落一落座によって、座の特権は否定されるようになり、思想人の雇用承認化や生産業者に対する支配強化が進められることになった。江戸時代に入ると、社会における紙の需要が高まり、 全国各地で和紙の生産が行われるようになった。また、三つ股などの新たな原料による生紙も普及するようになり、生産も増大していくようになる。その一方で、各藩では財政収入の強化を図るために和紙生産の特産化、専売性強化を図った。これらの和紙は、江戸や大阪の倉屋敷を経由して豚屋などに売却した。また、都市の豚屋は、 江戸中期以後に株仲間を結成して和紙の販売の独占を図るようになった。藩の専売制と幕府の保護を受けた問屋株仲間の独占販売による流通体制が完成したことにより生産者や小売上は自由な販売を制約されるようになった。これに対して生産業者は抵抗したが権力の圧迫の前に挫折した。それでも 幕末の社会混乱に乗じてこうした支配から脱却してわずかなが自由市場が形成される兆しも現れるようになった。明治に入ると欧米からパルプを原料として用紙が輸入されるようになった。これに対して日本の和紙製造業者は江戸期における藩の専売性や豚屋からの支配からは脱却して以後生産の近代化が図れた。明治三十四年。 1901年の統計では、生産業者は7万個、従事者は20万人であったとされている。だが、明治後半から大正にかけて、新聞や書籍などの大量印刷が本格化すると、用紙と比較して、生産効率が悪く、インクや印刷機との相性が悪い和紙は、次第に用紙に押されるようになっていった。これに対して生産業者側も、三つ股などを使ったインクやタイプライター、 印刷機に強い和紙の開発によって、これに対応し、海外への輸出も行われるようになった。表示紙や、笠紙原料としての需要や昭和前期における、戦時経済における、業紙生産工場の軍事工場化などによってある、程度の規模は維持し続けた、昭和16年、1941年の統計では1万3000個の生産業者が存在している。ところが、 戦後の高度経済成長期における地方の和紙産地での人口減少による後継者足や洋傘の普及などにより大口需要が急激に減少したことで日本の和紙産業は大きく打撃を受け由来だ。その結果、原料産地の衰退と減少に歯止めがかからず国内では今後の安定した生産が難しい状況になってきている。特に 文化財修復の分野で要求されるような伝統的、強い薬剤を使わない江戸期以前に近いな手法で、処理される良好で信頼に足る国原料の紙量への要求は、世界的に根強いにもかかわらず、その供給が危ぶまれ、社会問題にもなっている。和紙は、建具の他にも、扇子や紙子、紙薄葉、紙布の取材料として使用された。和紙は本来、 朝くずを原料として製紙されたことから考えれば、和紙を医療や寝具として利用することも不思議ではないが、世界的に見て珍しい使用例である。平安中期に和紙が大量生産された結果、一般に普及し、文房具以外にも利用されるようになった。丈夫な和紙は、柿渋や寒天、こんにゃくのりなどで加工すると、さらに丈夫となり、耐水性も向上することから、傘や傘、 カッパなどの雨具にも利用された。構造のくずを原料に用いた低級品もちり紙として様々な用途に用いられた。当初は和紙の束の包装紙として用いられたが、柔らかくてその目的に都合がいいことから花紙、尻吹き紙として用いられた。幕末から明治時代に来日した外国人は花を噛むのにハンカチのような再利用可能なものを用いず、 紙を使い捨てにする日本人の監修を贅沢しした。現在ではティッシュペーパーやトイレットペーパーに置き換えられている。現在でもティッシュペーパーをちり紙と呼ぶ例があるが、パルプを原料に作られる。ティッシュペーパーと低級足であるちり紙は別物である。紙に油を塗布して防水性を持たせる加工は平安時代から始まっており、和名類受賞に油断、油断の名が見られる。 油炭とは、一重の紙に油を引いたもので、主に敷物や包装用に使用される。油炭とは、数枚の紙を貼り合わせて、絵油、または柿油を引いて、さらに漆を塗布したもので光沢がある。油脂用の油は、甘乳、エア油、灯油などの完成油を使用し、江戸時代には、他の成分を加えた、加工油を使用した。雨傘には、エア油を使用した。 この傘用の防水紙は5から傘紙や傘紙と呼ばれ、江戸時代初頭にはキーの傘紙がよく流通し、需要が拡大するに従って、各地でも製造されるようになり、キーの高野紙、山と吉野の宇だし、美濃の森下紙が傘紙として名を成した。また、蛇の目傘用の傘紙は本染め宇だ、泡染めと呼ばれ、泡で大量に生産された。 一般に使われる、もしくは展覧会等で用いられる、主なサイズには以下のようなものがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。